こんにちは、堀口教授です。今日は、ナイトルーティーンに続き、あの人気 YouTube で人気企画 あのモーニングルーティーンを撮っていきたいと思います。で、まだ自分今起きたてですごい眠いんですけど、チャレンジしています。朝起きて、で自分は絶対目覚まし使わずに、まあ大体7時ぐらい起きますね。でこのピョインと起きる起き方も、まあ大体こんな感じで起きますね。寝坊とかはしないですね。大体7時とか、まあ体が疲れてると8時とかに起きますね。で朝起きたら絶対歯磨きを一番最初にしますね。でまあ、歯磨きするんですけど、歯磨きしながら、まあ、絶対にベラも磨きますね。はい。で歯磨き終わったら、まあ、自分の部屋に戻って。まあ、ここで少しゆっくりして YouTube を見たりとかしてますね。また釣岡さんを見てます。先生、あの以前あのコラボしてもらいましたね。弱小 YouTuber 堀口チャンネルは、うん、でまあ YouTube 見終わった頃、一本見終わった頃にお腹が減ってくるんで、キッチンへ向かってまあ朝食を用意しようかなっていう感じですね。あの自分は今あの寮に住んでるんですけど、ジムの寮に住んでるんですけど、この冷蔵庫は共同の冷蔵庫で、みんながあの入れてる食材を入れてる、みんなが使ってる冷蔵庫ですね。でちょっとあのみんなが使ってて汚い可能性もあるんで、絶対フライパンは洗ってます。毎料理する前に絶対洗ってますね。まあ朝はだいたい自分で自炊してるんですけど、まあ、夜とかは外に食べに行ったりしてますね。日本ではあの自炊はほぼしてないですね。でまああの朝食は大体ベーコンエッグとパンですね。まあ最近はちょっと気をつけて、まあ、違うのにしたりもしてますけど、大体こんな感じですね。まあ多分これは一回そのまだ朝食作りの時に作ったやつと同じなんで。これで完成ですね。で朝からゲータレードを飲むのはちょっとあの練習で疲れてると、あの塩分がどんどん持ってかれちゃうんで、まあ、ちょっと朝からゲータレードとかそのスポーツドリンクを飲んで、あのなんだろう、塩分を取ってますね。
朝の朝食作りとも同じ感じになっちゃってますね。まあそうですね、こんな感じですね朝は。でまあ食べ終わったら、まあ、あのジムというか寮の決まりでもうすぐ洗って、あの自分の使ったものはすぐきれいにするっていう決まりなので、まあ、使ったものとかそこにあったものは全部洗っちゃいますね。でまた食べ終わったら歯磨きをします。意外と歯を磨く量が多い。まあ、これでまたちょっとあのご飯を食べて食休みをしながら練習の時間までゆっくりしてるって感じですね。まあ、インスタとかコメントをチェックしたりしてますね。で、まあ、練習行く前にあの練習着着替えますね。まあ、でも練習着も普段着もあんまり変わんないんですけど、まあ、一応ポケットのないやつとかに変えますね。怪我がないように、なんだろう、ポケットとかちょっとダルンダルンの服はやめてます。まあこんな感じですね。